皆さんこんにちは、カミキーです。今回はこちらのカーネーションの作り方をご紹介します。それでは作り方です。まず鶴の基本形を作ります。白い面を表にして縦横半分に折って折り筋をつけます。裏返して今度は対角線に折り筋をつけます。このような折り筋がついたら両端を後ろに合わせるようにして折り筋通りに畳みます。次にこの空いてる方を下にしてこの上の1枚の端を真ん中に合わせます。そしてここのところで手前に折って折り筋をつけてこの状態まで戻します。隙間を開いてつけた折り筋を使って畳みます。鶴を折る時の途中の形ですね。裏も同様に折ります。はい、これで鶴の基本形ができました。次に上の角を下に折ります。反対側も後ろ同様です。そして上の角をこの折り筋に合わせて折ります。たらしっかりと折り筋をつけてください。折ったところを戻します。そして上から見て対角線になるように線の下ぐらいをつまんで外側へ引っ張ります。上の方がこう潰れてくるので反対側からも外側に引っ張ります。そして上のところを四角くなるように整えます。そうしたら手前を潰すようにしてこのように畳みます。次にこの四角の左右の真ん中のところを内側に寄せるようにして下の部分を上に戻します。向きを変えます。次に
手前の1枚を下に倒します。下の角を中央に合わせて折ります。次に下の縁をまたここの折り筋のところに合わせて折ります。このついている折り筋で上に折ります。で、裏側も同様に折ります。まず手前の1枚を下にして角を中央に合わせて折ります。縁を折り筋に合わせて折ります。折り筋のところで上に折ります。これと同じことをあとこことここの面でも行います。まずこうめくるように折って後ろもこのようにして、でこの上をまず下にして角をここに合わせて折ります。縁をここに合わせて折ります。そして下の部分を上へ折ります。で、4つ目ですね。同じように下に下げて角を折って、もう一度合わせて折って閉じます。折ったら、一度めくるように折ってしっかりとこの真ん中の部分に折り筋をつけたいので、4つの目にしっかりとそれぞれ折って真ん中に折り筋をつけます。ちょっと上から見た時バッテンになるような感じですね。次にここの赤を山折り、青を谷折りで折ります。で、折るときに後ろのこの左の角を出しながら折ります。こうちょっとつまむようにして、まずこの中心から左の角を結ぶこの線、青線を谷折りします。左のこの角を出しながら折って、この赤いところは山折りになります。これをあと3箇所も同じように折ります。まずこの中央から左の角に向かってここの線を谷折りします。ちょうどこの上の真ん中をちょっと左側にこう押し込むような感じですね。であと2箇所ですね。隣も同様にまずつまんで、ちょっと左の角を出しつつ真ん中から上の角、左の角を結ぶ線で折ります。で4つ目、4つ折ったら、ちょっと全体を中央に寄せるような感じで形を整えます。
これでカーネーションのお花の完成です。次にリースなどにつける場合の葉っぱです。お花の紙の4分の1をさらに4分の1にしたサイズを使ってください。説明のために、大きい紙を使います。まず白い面を表にして三角に折って折り筋をつけます。で端を中央に合わせて折ります。タコの基本形ですね。そして反対側の端も真ん中に合わせて折ります。それを半分に折って、この部分はのり付けしてください。で、葉っぱの完成です。リースに貼り付ける場合は両面テープだと後ろ側がちょっとデコボコしてて付きづらいので、木工用ボンドまたはグルーガンをおすすめします。後ろに結構たっぷりつけます。リースにベタッと押し付けるようにして貼ります。つけてても結構浮いてくるんで、乾いてきたらまたこう上からこう押すようにしてつけました。次にこのように一輪のお花に仕立てる作り方です。100円ショップでも売っている、アルミ製の1ミリくらいのワイヤーが30センチほど、手芸店などで売っている、お花用のフローラテープですね。あと、真ん中お花の真ん中にこのワイヤーが抜けないようにつけるためのビーズです。まず、ワイヤーにビーズを通します。で真ん中のところで半分に折ります。そして下のところでねじって、そのままワイヤーをねじります。次にカーネーションのこの中心の部分にワイヤーを刺して下から出します。そしてあらかじめ葉っぱをちょっと短く切ったフローラルテープで根元のところを巻いてつけておきます。そして花の根元の部分からフローラルテープを巻いていきます。根元はちょっと厚めにこうかな。できました。ぜひ作ってみてくださいね。ご視聴ありがとうございました。それでは次回まで、さようなら。